そうですね、まあ、久しぶりにねこの大分県芹川ダムに戻ってこれたんですけど、うん、まあね、ここは本当にね、自然というかベイトフィッシュワクサギを中心として豊富で、うん、あとは、ね、バスも、ね、とてもヘルシーなコンディションが多い、うん、なんでそのバスを、うん、いかに仕留めるかと、結構スクールでね回ってるそういうね、傾向が強い湖だと思うんで、パターンにうまくはまるとバタバタする、うん、でもそうじゃないと結構難しい、うん、場合もあるから、うん、楽しみですね。年成並木、日本で数々のタイトルを獲得した後、本場アメリカの BASS に参戦、バスマスターククラシックにクワリファイされるなど、トップトーナメンターとしての実力を証明した。また FLW の舞台でも活躍。2005年には第3戦で優勝するなど、年間ランキング第2位を獲得。現在は日本を中心にバスフィッシングに関わる幅広い活動を続けている。オスプレイズアイシャープ37。今回トシが訪れたのは大分県芹川ダム。地元アングラーの努力によりローカルルールがしっかりと定められているフィールドであり、グッドコンディションのバスが数多く生息する人気リザーバーである。ここはね、本当にこう地元の人たち、うん、あとは地元の漁師さんたち、うん、とうまくね共有を図っていく、ね、湖でもあるんで、うん、決められたルールはしっかり守ると、うん、例えば入魚券、うん、これもしっかり買って、楽しくね釣りをしてもらいたいですね。このフィールド4月からね解禁になって、うん、でまあもろ春ね、まあ、レンジも含め誘い方も含め春っていうのは本当にこう状況とか水温とかバスのスポーニング活動によって変わるんで、うん、うまくタイミングに合わせて釣りたいですね。 Day 1 Start。 さあ水温 14.3 ね、でも一昨日雪で昨日水温が結構下がって、今日の朝さらに多分落ちてると思う。なんでここからそれで 14.3 だから、まずはスロープ近くの岬をルドラースペック2でチェック。まずは岬とかね、こうアウトライン外側かワンドの中かっていうそれはね春を釣る上でどっちもいる可能性がある。気温水温があったかい方がワンドの中だし、水温が冷えてるタイミングとかまだよりね早春冬に近い状況だとワンドの外とか岬とかスティープバンク急なバンクっていうね基本はあるんだけど、ドライブシャド6インチをキャスト、フォールアクションを入れながらカバー周りをややスローに狙っていく。粘ることなく移動するトシ。まずはフィールドを素早く見て回り、バスの状態を把握したい。岬周りをバルナでチェック。しかしシャローにバスの気配はない。魚がだるい感じするよね。スポーン意識 しまくりか、ね、もしくはもうすでにスポーン終わってるかもしれない一部は。だけど割と解禁当初とかでも水温が18度とか19度あったとか言ってたから、でそれで今日14、5度だからね、通常ね、まあ年にもよるんだろうけど10度とか、ね、12度とかそんなもんなんじゃないかな。で4月中旬でも多分13とか13、12、3度ぐらいまでだと早春の巻物パターンが本来強いの、うん、ディープクランクであったりスピナーベイトであったりジャックベイトであったり、13度を超えてくると大抵バスはちょっとこう植生よりもスポーニングを意識しだすから、
ただ巻きのルアーよりはね、ハードルアーだったらミノのトゥイッチング&ポーズっていうね、あとはちょっとスピナーベイトが良くなったりしてはあるんだけど、あとはどっちかっていうとスローアプローチだよね、うん、ワームによる引いてね、誘うルアーだったら例えば大きめなスイミング系ワームとかドライブシャフト6インチみたいな、そういうので威嚇させて、なかなか食わないけどつけてこさせて、ね、おいスポーニングの邪魔すんなよみたいな、そういう、うん、あとは食わせはね、基本スローな、例えばノーシンカーワームであるとかネコリグとか、でもこう浅いとこ行ってもとりあえずバス見えないんだよね今んとこ、だから厄介、スポーンしててもおかしくない水温なんだけどバスが見えないって。8分の5オンスのブレイドジェグをキャストしていくが、いまだバイトはない。なんか減衰してたかもしれないね、桜の花びらが地面の上にあるもんね。ここ数日減衰が続いているというセリカワダム、この日もやはり水位は下がっている。これがバスにどのような影響を及ぼすのか。夏とか、ね、秋とか、あと早春のタイミングは、ね、絶対外せない。ブリッツマックス DR セリカーでは全然中層何もベートも何も映んないんだよね。多分ワカサギとかそういうベートフィッシュはもっと深いところに落ちて、でもスポーニングはもうちょい、ね、明らかに浅いところで行われるだろうから、といってシャローを見に行ってもバスがいない。じゃあミドルかと思ってミドルをやってんだけど反応がまだない。ここで大きく移動、メインリバーの上流寄りに来た。まあ最上流って感じじゃなくて中上流エリアで、こっちに来た理由はメインリバーとポケットで、メインリバーとポケットがどんどん連続してある。でそのポケットが基本大きすぎないっていう、だこういうところをチェックすることで、ね、ポケットの中にいるのか、もしくはメインレイクにいるのか、ね、あとは、ね、ポケットの中とメインレイクのどれぐらい、ね、ハーフウェイぐらいなのか、もっと本当のバック寄りなのか、そういうのは割とつかみやすい、短時間でチェックしやすいっていう。であとは基本リザーバーの下流寄りってね、こうなんつうんだろう、春とかにおいてはでっかいのが安い、うん、だけどタイミング次第で捉えるのが難しい。で割と中上流っていうのはどっちかっていうと高確率で条件が変わっても釣りやすいようなバスがいて、出てアベレージはちょっと落ちる場合があるんだけど、うんね、大抵ちょっと上来た方が普通リザーバーって濁ってるから、その濁りを利用して、ね、多少例えば晴れてる中でもクランクで釣りやすいとか、ね、効率のいい、ね、早い釣りでサーチしやすいバスの反応を得れる、そういうセクションなんで。あと平均水深も浅くなるでしょ、上に来ればね。下に行った方が普通はドンブカ地形で、ね、シャローからディープまでじっくり、ね、チェックしないといけないから時間かかるけど、上流セクションはその逆で効率のいいチェックができる。パーケットの入り口をバルナで流した後、奥はドライブシャー6インチでチェック。あ、ワカサギだ、ほらね、あーこうやっているんだね、ほらこれ産卵終わったワカサギじゃないかな、細いしで、こう弱ってるワカサギを狙って食べるやつがいるから。セリカワダムにはワカサギなどのベイトフィッシュが豊富に生息している。春はワカサギも産卵シーズンであり、シャローエリアで群れていることが多い。産卵を終えて体力がなくなったワカサギは水面近くを漂い始める。これらをバスは捕食しているので、ベイトフィッシュの反応が多いエリアは当然チャンスとなる。いや、これね、ベイトフィッシュだと思う。うんうん、これタチキとかじゃなくてワカサギの群れだね。うん、
バーラムから中層にかけてワカサギの反応が出ている大きな岬。HP Shadtail 2.5 のダウンシャドウを落としてみる。置くと。よし。Hit。よし。気になる。ディープだね。あ、可愛いけど。まあまあでもねえ、よしよし、はい、はい、久しぶり。セリカーのバス HP シャッテール 2.5 インチのワカサギからねえ、で TNS オフセット3番で深くがっちり奥にねえ、飲み込まれてないんだけどでも深い奥にかかってるでしょ。思い描いているパターンではないが、まずはディープエリアでファーストフィッシュをキャッチ。シャローを意識しているアグレッシブなバスはいないのか。ヴァルナのトゥイッチ&ポーズで誘う。中層にやはりベイトの反応がある。チャンスはあるはずだ。お、止めといたらバルナバイト。よし、中層トゥイッチ&ポーズでね、いました。あー、バレたねえ。今のは良かったね。40オーバーはある。来た。お、止めといたらバルナ。よし、中層トゥイッチ&ポーズでね、バルナをポーズさせているとバスが一気にひったくった。しかしあえなくフックオフ。さっきまであの固定重心の、ね、スーパースローシンキング使ってたんだけど、鱗がついてる、ね、バスの前にもちょっとフロントにかかって多分テールが、ね、ボディにこう刺さってたんだけどね、うん、でも風強いから固定重心から重心移動タイプのサスペンドにしてロンキャスト、うん、問題なく打ってくる。そのままワンドの奥までチェックする。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。